セオさん。アトリ。はあ、起きなきゃ。また怒られちゃうよ。アトリ、アトリ。私、ちっとも長谷尾さんみたいに。私。おい、アトリ。アトリ。ここは。アットホームよ。私たちの。アットホーム。私。私、オーバンさんに言われて、音が聞こえてきて。落ち着いて、アトリちゃん。アトリ、そこから離れろ。大丈夫か？おい、アトリ。くそ、またかよ。また、俺は。長谷は。俺に任せろ。おい、俺の命が。大丈夫。もう怖くないからさ。具合はどうなんだ、アトリ。どっか痛いとことか。大丈夫です、私。あれ？声が。そういえば、さっきからアトリちゃんの声聞こえないけど。マイクの故障じゃないの？こういう時は一旦ログアウトして再起動。ログアウトと。あれ？ここはレイブンの。違う、そんなんじゃない。これってネットゲームですよね。そうだけど。ないんです。コントローラーも机も M2D もどこ、私どこにいるの。わかんない、わかんない、わかんない。PC はそのままでいいから、M2D 外して。
待って、待ってよ、私たち今どこにいるんだっけ。どこって、だからなんだこれ。長谷尾、お前は、お前今どこにいる。え、俺直接この世界を見てる。俺はリアルの俺はどこに行ったんだ。ログアウトだ、全員ログアウト。クソ、ログアウトできねえ。どういうことなんだよこれは。俺たち悪い夢でも見てるのか。落ち着きたまえ。